ソング・オブ・ウィンドとは、日本の競争馬、主母馬である。2006年の菊花賞優勝馬。馬名の由来は、小説家、村上春樹の第一作目の長編小説、風の歌を聴けから。クラブ法人、ヤシロ大サラブレッドクラブが、一口馬橋を募集した価格は2200万円。第67回菊花賞2006年1月29日。 京都競馬のダート戦8 0 0メートルの新馬戦でデビュー。安城に竹豊を迎え単勝一番人気に押されるも2着に敗れる。その後勝ちきれないレースが続くが5戦目の未勝利戦4戦目から手綱を取った竹幸四郎を安城に初勝利を挙げた。初勝利の後、初の芝レースで2着と高層芝への適性を示し、次の夏。 小立賞で2勝目を挙げると、続く、初重賞挑戦となったラジオ日経賞では2着に入った。秋は、ダービーグランプリにも選出されたが、結局神戸新聞杯から、指導、ドリームパスポート、名称サムソンに次ぐ3着に入り、菊花賞への優先出走権を獲得する。菊花賞では、広報待機策から直線で一気に差し切り、重賞初制覇を、 GI 勝利で飾った。この時のタイム3分2秒7は、京都競馬場、芝3000メートルのコースレコードを0秒1、喫下賞、レースレコードの3分3秒2を0秒後更新する、ものであった。2002年に亡くなった父のエルコンドルパサーはこの馬の、世代が、最後の世代であるため、最後のクラシック制覇のチャンスで、初の GI3 区が誕生したことになる。キッカショ後は、 香港バーズに出走し、遠征などで体調があまり良くなかったものの4着に入った。レース翌日に右前肢の剣を負傷したと香港ジョッキークラブから発表されていたが、帰国後の12月22日に着地検査先でのエコー検査の結果、右前浅く県園であったことが判明し、北海道に放牧に出されて休養。そのまま引退し、死後倍入りすることが決まった。 2007年、当初社大スタリオンステーションを岐阜市で種ボバとなったが、種付希望が多くヤシ台大スタリオンステーションに移動となった。その後7月13日には、優秀スタリオンステーションへ移動した。初年度3区の初勝利は、中央競馬では2010年6月20日に、コットンフィールドが、地方競馬では2010年5月26日に、モルフェソングエルが挙げている。 2014年シーズンをもって種ボバ生活を引退。功労馬として、余生を送る。2018年アイファーソングが後継種ボバとなる。四大母のファン市民を子祖とする、メス系からは、アドガイアマックス、ラインクラフト、ローゼンカバリーなど、活躍馬多数。スターロツチ系や、スカーレットインク系、白沖系などと並ぶ日本国内有数の名品系、出身である。 Song of Wind レーシングインフォメーション。香港裁判会。2016年2月24日閲覧。風の歌場質資料、裁判詩人。香港裁判会。2016年2月24日閲覧。マーベラスサンデーラが、ダネボバ引退ダッシュネティケイ b a ドットコム。2014年12月26日閲覧。サンデンバロン。ジャビスサーチ。 2018年1月4日閲覧、ありがとうございます。